体温 15.7 度、心拍数68分に1回。手こずっておるようだな。は、霞の目博士、魔王の状態は全て順調ですか？8号車から逃げ出したという少女のことだ。まだ捕まえたという報告は入らん。あの子は不思議な能力を持っていますから、ソフィーヌも面食らっているんでしょう。不思議な能力を持っているからこそ組織が必要としているのだ。とは言っても9歳の娘一人に振り回されるようではドレスのメンバーとは言えんな。誰が無断で。お前は。はい、申し訳ありません。子供だと甘く見た私の手落ちでした。さあスミレちゃん、お散歩はここまで。客車に戻りましょう。おやつの時間よ。いや、組織にはこのことを報告しないでおく。早く連れて行け。ん？いやー、この車両の扉は目的地に着くまで決して開けることはできないようにロックされている。だがこの少女は難なく開けた。そうか、扉のパスナンバーを読んだな。なるほど、組織が研究材料として欲しがるはずだ。軍事情報活動に役立つ。ん？カプセルから水が。そのバルブだ。バルブを閉めろ。水が足りない。水を入れろ。ドアをロックしろ。貨車の外へ逃がしてはならん。取り押さえろ。こいつ連結器を。目覚めさせてしまった。バオを目覚めさせることは核爆発させることと同じだぞ。飛び降りる気です。ヤモリン撃ち殺せ。
魔王を世間の目に触れさせることはできん。今なら殺せるはずだ。射殺しよう。思い出して。連結器が外れてレール上に立ち往生した貨車、ダイヤの乱れ、乗ってんのはそれだけ。歴史体が発見されたなんてこと、あいつらがもみ消してしまったよ。はい、あいつらって俺たちはなぜ。だから言ったでしょ、あいつらの組織の名前はドレス。なんか知らないけど気持ち悪い研究ばっかしてるところよ。イクロは本当に何も覚えてないの？ああ。スミレちゃんって言ったよね。そう、平凡な名前でしょ。七種の私にほぼさんが勝手につけたらしいの。え？あれ言ってなかったっけ、私孤児院で育てられたのよ。孤児院のお庭にはスミレの花がいっぱい。ほんでもってスミレ。でもどうして孤児院にいた君があんなところに。孤児院よりもいいとこで暮らせるって院長先生も喜んで送り出してくれたんだけど。うん、お小遣いもくれたしね。どうしたんだい。見える、見えるわ。司令は少年を24時間以内に抹殺する。死体は焼却する。標的魔王。魔王、そうだわ。確かあの列車の中でイクロ、あいつらがあなたのことをそう呼んでたわ。魔王私には予知能力があるの。だからドレスが私を孤児院から連れ出したの。この近くにいるイクロ。バイクを貸してくれないか。スミレ、早く乗るんだ。俺のバイク。何？あの小娘と一緒だと？構わん。任務遂行に邪魔になるなら娘も一緒に殺せ。いいか、鉄道の高圧電流に耐えた男だ。この先どうなるかわからん。魔王第一アームドフェノメノンを起こす前に抹殺しろ。
殺したら死体は焼却しろ。灰になるまでだ。骨まで灰にか。念のいったものだな、小僧。ドルト中佐、イクロウの追跡にその男一人で大丈夫か。ご安心を。第22の男は我らの部隊の中でもあらゆる追跡術を身につけた男。必ず時間内に発見し始末するでしょう。全く惜しい限りだ。せっかく作りかけた馬王を本部に運ぶ途中で逃がすとはな。まあ秘密を守るためだ。捕らえることが不可能なら殺すしかあるまい。霞の目、逃げ出した少年の話はもういい。それより君の生み出した馬王について聞くのが我々の目的だ。早く説明を始めたまえ。あの犬も馬王なのかね。水槽の水を抜け。私がある条件で進化を早めることによって作り上げた馬王はまだ研究段階にあります。しかしこの生き物を自由にできれば医学的にも軍事的にも世界の優位に立つことができます。我々はそのためにドレスに研究資金を与えておるのだ。橋沢育郎という少年は馬王になって2日目ですが、この犬は実験用に馬王となり一月が経過しております。どう違うのかね。日数が経っているほどパワーが強いのです。体毛で見えませんが皮膚に異常があります。おそらく少年も手足や顔がただれているでしょう。馬王の秘密は体液にあり、その影響なのです。お？犬が目覚めた。E13 のハッチを開けろ。はい、わかりました。ひとたまりもないではないか。よくご覧ください。馬王は自分の身に攻撃を加えられたとき最大の破壊力を発揮するのです。何？そろそろ起きますぞ。馬王のアームドフェノメノ、つまり武装現象が。助かった。もっとそこで尻尾を振らないでよ。お金ある？これで全部なんとかなるさ。イクロ、お腹の傷大丈夫？ん？消えちまってる。え？ごめんください、ガソリンを。
体を焼却したらおしまいか。楽な仕事だぜ。これが馬王の武装現象と呼ばれる状態です。さすがドルト、一発で脳を打ち砕いた。魔王を倒すにはまず脳を破壊する。これです。そして焼却する。この馬王のパワーが思いのままに使えるとしたら、我々が世界のどの国よりも優位に立つことは間違いあるまい。いいですか、いよいよ出てきますよ。よく見ておいてください。何が出てくるというのだ。もう犬の脳に寄生していた寄生虫馬王。あの恐るべき攻撃力はこの馬王が作り出していたものなのです。馬王を駆逐するには焼き殺すしかありません。列車から逃走した少年橋沢育郎の脳の中の馬王はまだ幼虫です。しかし成虫となったらその力は想像できぬ大きなものとなるでしょう。だからこそ我々は今のうちに少年を探し出し彼を焼殺しなければならないのです。我々が作り出した生物兵器の秘密を守るために。
燃えている。あそこはさっき立ち寄ったガソリンスタンドだ。どうして燃えている？俺が何かしたんだろうか。第22の男がやられました。イクローに馬王第一の武装現象が現れたようだ。イリミネートに失敗した責任は大きいですわよ、ドルド中佐。現在橋沢イクローと小娘がどこに隠れているか見えるか、ウォーケン。見える。廃墟のビルが見える。なんなら手伝おうか、ドルド中佐。断る。これは私のセクションの仕事だ。よそ者の手は借りん。ついでにあんたの未来を見てやろうか。何？ぬるい。冷めてしまった。コーヒーはホットに限る。母さん。霞の目博士ですか。お探しの患者が見つかりました。交通事故です。両親の方は絶望的ですが、少年の方が何とか。馬王の実験には若い肉体が最も望ましい。今からこの少年の腕に馬王の幼虫を注入する。この幼虫は血管を伝わって少年の脳に達し、寄生成長する。どうしたの、イクロ。少し、ほんの少しだけど思い出してきた。本当？でもさ、イクロの場合思い出したくないことの方が多いかもね。イクロの年当ててみようか。17。私と大して変わらないね。私9つだもの。だんだんひどくなってきている。どうして？どうした、スミレ。血が。血？見える。血がどんどん溢れてくる。あいつらが私たちを殺しに来る。させるな。頭をぶっ飛ばせ。は確かに頭をぶち抜いた。それにこの高さから落ちれば。変だな、小娘しか見当たらない。なあに、その近くに落ちてるだろう。見つけて焼却しよう。おう。
スミネ。橋田イクロ、おとなしく我がドレスの基地に来てもらおうか。それともこの子の頭をスイカのように砕いてほしいか。娘が助けを求める匂いを嗅いで犬のように追ってこい。待っているぞ、橋沢イクロ。見えません。 CR3 ポイント、こちらも橋沢イクロウの姿未確認。 C2 方面に旋回します。橋沢イクロウを見失って60時間。ドレスの工作員も未だに奴を探し出せないでいる。しかし奴は来る、必ず来る。なぜならこの子が奴を呼ぶからだ。霞の目博士、あの子の生命危険の診断が出ました。2日間水一滴口にしていません。まだ続けますか、音の拷問を。もちろんだ。魔王は、奴はあの少女の悲しみの匂いを感じ取っているはずだ。そしてサメが数キロ先からでも血の匂いを嗅ぎつけてくるように、奴も必ずここへ来る。感じる、スミレの匂いを感じる。スミレは今必死に戦っている。俺のために。橋田イクロウ発見、来ました、やつが来ました。来たか。で、やつはどこから来た。はあ、信じられないことですが、この研究所の地下に広がっている昇竜洞を通ってきたかと思われます。すでに研究所の敷地内か。ソフィーヌ、ウォーケンに伝えろ。はい。よくした、魔王。今このエキスプロシップ弾をお見舞いしてやる。弾丸の先端には軽く飛行機を一気爆破するだけの爆薬が仕掛けてある。この弾丸の前ではお前の頭は血の詰まった飛行船のようなもの。爆裂する。死に、魔王。新しい武装現象だ。奴は電気を作り出している。それも高圧電流にも匹敵する強力なパワーを。で降りてきます。地下3階、4階、5階。やはりパオは少女の匂いを追っているのだ。地下7階。
祖来訪者。私は王権、殺戮こそ生きがいの戦士。霞の目博士、王権が戦士の化粧。王権は絶滅したアメリカインディアンのスクーム族の最後の生き残り。あの血模様には戦う相手への尊敬と礼儀、そして死の意味が込められているという。つまり右王権は馬王を真の戦士と認めたということだ。史上最強の超能力者右王権が。行くぞ馬王、分子空洞派。ただ私に近づくもの、生物、あらゆる物質すべて塵に変える。分子自動波。鉄の壁に閉じ込めたぞ。これで奴の放電するエネルギーは全て鉄の壁に吸い込まれてしまう。少年よ、必要以上の能力を持った者は常に苦しみと共に生きねばならない。それが俺やお前のような化け物の定めよ。私がこの手でお前の苦しみを闇の彼方に沈めてやろう。何の声しちゃ。私の生み出した馬王、よくぞここまで戦い生き残った。だが我らドレス、このままお前と共に滅びるわけにはいかんのだ。諸君、今から15分後にこの研究所を爆破する。この研究所もろとも馬王を吹き飛ばす奴を葬る最終手段だ。ソフィーヌ。はい。持ち場を離れ、速やかに半径1キロ以上に避難してくれ。無事を祈る。
ウォーケン、生きていたのか。爆発まであと10分20秒。いかん、バンダラが取れている。オーケンのとてつもない超能力を制御するバンダラが。何それじゃあ。魔王、ヤツと戦う。ヤツを撃つ。ヤツを葬る。しか考えられん。急げ。いたな、馬王。貴様を地下の闇に沈めてやる。鍾乳洞。ウォーケンの暴走した超能力は岩盤をも突き破ったのか。どういうこと？向こうが出口だと教えているの？行くろ。いやー、行くろ、あんたと離れるの嫌。行くろ、行くろ。レーザー砲。でもレーザー砲があってもあれには強力な電源がなければ。ある、レーザー砲を撃つ強力な電源が。おお、魔王ブリックダークサンダー。私の生み出した馬王よ、素晴らしい。お前は素晴らしい最終兵器よ。
その爆発は大惨事にしては小さく報道されて、死者6人、負傷者2名、原因は製薬会社の爆発物管理ミスというふうに公表された。もちろんドレスの名は表面化しなかった。私は待っている。いつかきっとイクロが帰ってくる。私は見たんだもん。地下洞窟の海底に静かに眠っているイクローのビジョンを。目覚めるわ、きっと。それは私が17になった時。